いやー、なんとこの車がですね、あの箕輪選手のヘイメン、当時だったら川端選手が、そうですね、やっぱりそう、まず奥さんもそこへ相談を持ちかけて、うん、まあ、奥さん的にも川端さんか自分か、うん、なるほどっていうところで、はい、まあ、当時川端さん GP スポーツの社員でいましたもんね。そうですね、多分それは GP スポーツの社員でこれ買って置いとくわけにGP スポーツに置いとくわけにもいかないということだったんだ。多分そういうお話だったんで、それで箕輪さんのところにこれを、ね、はい、奥さんから、その当時から、いや後ろで乗るからっていうことを言ってたですよ。そうですね、今の D1 の最初作り出したのって川端さんや斉藤大吾選手じゃなくて、はい、まさにこの人で、この車がやってた。なんとも言えないな、嬉しいね、はい、